はい、こんにちは。 FTM ラジオ寮です。最近はあんまり聞かないけど、胸オペで乳首取れちゃった事件、昔はねよく聞いたし、取れた人も見たことがある。自分もかさぶたを剥いだ時に取れちゃいそうになったことがあったんだよ。今はかさぶたを取っちゃいけないのもみんな知ってるよね。今は手術の技術も上がったからね、結構綺麗にみんな仕上がってるんじゃないかな。でも実際にツイッターとかで見る胸オペ後の写真は、もともと A カップ、B カップの人が多い。術式は U 字切開だよね。 I 字や逆 T 字切開の人はあまり乗せてないのが現状かもしれない。やっぱりね、日本人は傷が目立ちやすいからね。でも実は乳輪や乳首の修正をする人は、 I 字逆 T 字の手術をした人よりも U 字で手術した人の方が多いんだよね。 I 字逆 T 字の人は胸を取った時に乳首を上に動かすんだよね。その時に乳首も乳輪も修正したものをつけるっていうこと、当たり前なんだけど、胸が大きいと乳輪も大きい人が多いよね。だからそのままつけたら胸のあたりがほぼ乳輪になっちゃうよね。だから I 字逆 T 字の胸オペの時は乳輪乳首の修正手術が含まれてるっていうことなんだよ。 U 字は乳首も乳輪もいじらないから、気になる人は修正手術をするっていうことだよね。そして最悪、もしも乳首乳輪が取れちゃったら、また昔手術して技術的にやばいところで手術しちゃって乳首も乳輪もめちゃくちゃっていう人はね、諦めることなく、今は乳首タトゥーがあるから、もしものことがあればそれも選択肢の一つに入れるのもいいかもしれないよね。手術の技術はどんどん上がっているけど、注意してほしいのは、前から言ってるけど、タバコね。ちなみに胸オペで亡くなった人は前日までタバコを吸ってたらしい。これを信じるか信じないかは君次第。今日は乳首取れちゃっても最終手段はあるっていう話でした。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。この目標が達成したら俺も乳首縮小ちょっと考えようかな。ではまた、バイバーイ。On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself,